な大都市で、みんなお金が大好きです。香港では10歳より男性の方が少ないです。だから多くの10歳は婚期を過ぎても結婚しません。このような10歳を縮小と言います。彼女たちの生活を見てみましょう。私と結婚してよ。自分で婚約指輪を買ったから、早く私にはめで。ごめんなさい。私を愛してないの？助けて。おい。ねえ、今日はベストへ行ったのに、かっこいい男に行って会えなかった。何を言ってるの？もう一度言って。ちょっと静かにして、本を読むのよ。大丈夫、判断入れでしょ、うん、気にしないで。もっといい仲いるよ。男の話やめて。恋愛は面倒くさい。私はみたいに一人が楽よ。彼氏がいないで毎日何するの？昼間は仕事で疲れて、夜はリラックスしたい。私のストレス解消法はゲームとアニメ。もしもし、すみません、デートはちょっと。どうしたの？デート？デートなんてしたくないよ。男の人が見ることはすごく面倒くさい。私はカルナの母親じゃないわよ。あなたがいらないのなら、私がもらうわ。私の白馬の王子様はいつ現れるのよ。あんたが先月座った弁護士はどう？不節句。奥江さんよりかっこよくない。先週会ったかっこいい彼は？言わないで。すごくベーボー。あの弁護士の方がまだマジよ。昨日のかっこいいお金持ちのシステムエンジニアは？彼は性格が良くないし、ちょっともロマンティックじゃないし、話し方が
きこちない。あい、あんたは要求が高いわね。私は明日も雨会いに行くから、いさだんで来るわよ。本当にすごい、おめでとう、手伝うよ。でもどんな服を着てないの？髪型は？香水は？この水玉のドレスはどう？綺麗よ。私は髪が揺ってあげる。ありがとう。香水、ほら、あなたにあげるわよ。これは世界で一番高い香水よ。本当に？すみません、こんにちは。こんにちは。どうぞ。私は香港大学卒業です。あなたは？僕は香港修文大学の卒業です。そうですか。ご専門は？医学です。私も医学です。あなたは最新の研究でエイズが完全に治ることを知ってますか？知りません。そんなことも知らないの？ただ7年だけもだいない。用事がありますから、お先に。僕はあなたにも会わないでしょう。僕もあなたは会わない。独善な女の博士はとてもかわいいです。自己自得で嫁に行けませんね。私たちの幸せはこんなに難しいの？今年もまた彼氏ができなかった。来年こそ。神様、私たちにいい男と巡り合わせてください。そうですね。今日もこういう人について母は念を押しているから。なぜ彼女たちの幸せはそんなに簡単には手に入らないのか。誰でもいいから付き合いたい、誰でもいいから付き合いたい、誰でもいいから付き合いたい、もう誰でもいいから。男の前では喋れでも女の前では喋れない。トラウマだらけの僕だと涙なしでは語れない。どうして彼女ができないの？僕は素敵だと君は言う。それなら僕と付き合ってよ。その苦笑いの意味は何か。誰でもいいから付き合いたい、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 誰でもいいから誰でもいいから付き合いたい、誰でもいいから付き合いたい、誰でもいいから付き合いたい、もう誰でもいいから、誰でもいいから付き合いたい、誰でもいいから付き合いたい、誰でもいいから付き合いたい、もう誰でもいいから、誰でもいいから。こんにちは。こんにちは、初めまして。